はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。 G ジェネレーションジェネシスミッシングリンクステージ2ジャブローは赤く染まる。今回はこちらをやっていきます。ちょっと左にペイルライダーっぽいのが乗ってますけど、あれなんかピクシーっぽいのも右にいるね。ピクシーとか乗るんだっけ。もうほんと覚えてないな。長い膠着状態が続いていた地上戦線だったが、現在連邦の動きが活発化している。近々大規模な反攻作戦が行われるのは間違いないだろう。先ほどドーバー海峡を挟んだイングランド南部に連邦の大部隊が集結中との情報を得た。地球連邦総司令官レヴィル将軍の機関がイングランドからヨーロッパ大陸へとドーバー海峡を渡ろうとしている。おそらく連邦が狙うのはキシリア閣下の信任も厚いマクベ大佐が管轄するオデッサだ。我々はドーバー海峡防衛部隊の支援に向かい、迎撃用施設の直営につく。どうやら連邦は主力を既存戦力で固め、外周の予備隊にモビルスーツを配備しているようだ。今後の核となる新戦力を温存し、多少の犠牲を払ってでも物量戦で押し切る。さすがはレビル、対局を見極める才覚に長けた噂通り優秀な将軍だ。先の戦闘ではセベロを含めた若者たちが命を落とした。我がマルコシアスもわずか半年ですでに半分以上の損耗だ。こうも激戦区への出撃が続けば無理もない。だがこいつらだけは何としても生き延びさせてやりたい。後味の悪い任務だった。連邦軍が腐りきっているのは元からだし、人が死ぬのも慣れてる。ボマーに味方を撃つのは初めてかと聞かれた。その時は答えなかったけど、味方を撃つのはあれが初めてじゃない。僕がレイスに送られたのは味方を誤爆したからだ。もちろんわざとじゃない。命令書通りに爆撃しただけ。基地に戻った僕は拘束された。僕が爆撃したのは友軍だった。上官はそんな命令は出していないと主張した。頭がおかしくなりそうだった。命令そのものがもみ消されていたんだ。でも今ならわかる。僕は何かの陰謀の道具に使われ、そのまま捨てられたんだ。戦争の裏では自分の力ではどうにもならない意志が働いている。僕はグレイブと取引をして裏側の世界にやってきた。そこでも誰かに利用され続けるのは変わらない。ジャブローは赤く染まる。イングランド南部ドーバー海峡。じゃあ海が中心のステージはないっすね。まあ別になくていいんだけど、下がガンダムピクシー的なのになってんな。確かいたな、接近戦だったね。バターン号。なるほど、敵をぶっ倒しておくということか。
こへ突入すればいいのか。ミディアを移動させますと。いやーこういうメガネは怪しいね。将軍殿の露払い。こいつは本当に戦闘強だな。戦車とザク、そしてザクキャノンだっけ。あれまだ来るか。おお、マルコシアス隊か。イフリートはねちょいちょいいるけど基本的には新型だからね。そうか、まだガンダムタイプとかはわからないのか。これを普通にやるのか。なかなかあれだね。ミッシングリンクは前半戦が大変だね。当たらんし、まあ、当たらんけどとりあえず攻めるしかないよね。こうか。ちょっとトラックがめっちゃ前に出てるけど大丈夫か。お仕事なんでね。よし倒した。そうか、こんな機能あったな。これはビームライフルで大丈夫でしょう。機体そのものの動きはやはり悪くないな。ピクシーは絶対接近専用だからリーパーザ・リッパーいいね。なんとなくかっこいい。さあお前の力を見せてくれピクシー。さあお前の力を見せてくれピクシー。切り刻んでやるよ。クリティカルが出たから倒せたけどさ、クリティカルって攻撃力どれくらい上がるんだ。うわエネルギーただめっちゃ使うな。ビームだからでいくか。ザクの一体を倒しておきたいな。どうする
スレイブレイスで一旦攻撃しつつ支援でマシンガンと、あんまりね派手にやらかしても結局エネルギーがなくなるからね、減らすだけは減らしていく。マシンガン、機体はかなり強いからな、もう半分以上減ってるかな、エネルギー。回避していこう。敵の数が多いな本当に。ビームサーベルがねエネルギー消耗しないからね、で、こいつも、まあ、なるべくビームダーカーで倒していくか。で、この戦車を一応リッパー使うか。7000で、さらに A ビームダーカー、超強気。戦車がね2回倒さないといけないっていうのがちょっとめんどくさいよな。3連機関砲2000か、攻撃力2000とはいえ進めなく進もう。12、そうだな、ロケットランチャーめっちゃ使うからな。1400か、それなりに食らうな。ちょいとここら辺でセーブをしておく必要があるな。もうトラックは別にいらないでしょ、動かさなくても。一応マゼラトップにしておく。ピクシー狙いだな。こういうのは倒せるときに倒しておくか。いくらザクとはいえマシンガン一発じゃ倒せないか。3しかない、やばい。これはビームダガーでいくか。スーパークリティカルでも無理だね。で、特に経験値とかを気にする必要はないんで、ミディアでちょっと排除しよう。よし、あとはこのイフリートだな。次のターンで動いてきてくれるとすっげえ助かるんだけどな。そううまくはいかんか。こいつも倒そう。かわされた、マジか。しまったー。ちょっとテンション上げよう、ビームライフルって。あと1回しかでも使えないな。届かん。6か。別にスキルとかないもんね。散布できるんだこれ。散布した散布できるんだ、動いた後でも。あとこんなさ、トラックどうなの？トラック狙われた。ミディア攻撃できるときはこれしとこう。別に防御とかないからね。マゼラトップくらい倒せればいいんだけどな。倒せんな。
これもマシンガンだな。ビームだが一番エネルギーを使わない。また攻めてこないか。そうなると若干きついよな。ミデアが、進めないところにいるから、まずこいつを倒しとこう。下のザクは放っとくか。でこのマザラトップとかはもうあれだな、普通に戦艦に任せよう。でスーパークリティカルはもうちょっと当てられるときにイフリートに当てておきたいからな。ちょっとこのまま突っ込むと危険な気もするけど、まあでも攻めなければ5ターン以内にミッションをこなすことは難しい。ミディアを進めよう。で戦車対マゼラトップ、どっちが強いか。回避された。まあそりゃさ、戦車じゃねえや、トラックか。トラックごときか、戦闘に出るっていうのがね。一応回避か。こいつやるな。お前とは背負っているものが違う。なんだと。まあ、当たってくれれば何とでもなるからな。でできればこのターンで倒しておきたいな。スーパークリティカルを当てて倒したいけど6500か。相手はイフリートだからな。ビームライフルとかでいけるか。いただくぜ。なんだ殺意を感じない。こいつ殺意とか感じるんだ。ダメか、やっぱロケットランチャー使おう。ロケットランチャーが当たれば多分倒せると思うんだよね。53% か。いただくぜ。なんだかわされた。もうあとは永遠のこれだな。当たるまでやり続ける。トラック持ってくればよかったかな。やっぱりいただくぜ。なんだおい、マジかよ。これがめんどくさいよな。ロケランをいただくぜ。もう何回いただくって言ってるんだよ。テンション下がりまくりだな。でしかもさ、ロケットランチャーが当たればさ倒せるっていう保証はないからね。別に倒せない可能性すらあるからね。なんだ当たった、よし6600倒した。さらばだ。ついでにもう一回攻撃はできねえわ。エネルギーがなくなった。あ、要はミディアがあん中に入れればいいわけでしょ。マゼラトップ、うわー、かわされたー。ザファンどうすっかな。まあ攻撃しとくか。結構無理がたたってるね。無理というか、これ以上連邦の好き勝手には。こいつもただものじゃねえな。モビルスーツが邪魔すぎる。
よし、せめて反撃できれば OK。 で36だからビームライフルが2発抜けるか。でピクシーこいつを倒して、まあ、少しでもテンションを上げとくか。4400サイナラーで、22か。2回打てるね。一応マシンガンを打っておくか。6500の7052。で入れる、ちなみにこれ入ったことになるのかな。まあいいや、ちょっと後ろに行こう。お命ちょうだい。こいつ今までの敵と動きが違う。お前も少しは楽しませてくれよ。5800か。ビームサーブで倒せるかな。スーパークリティカルが出ればなんとかなると思うんだけどな。まあいいや、セーブしちゃおう。いや前半戦長いね。ビームライフルにするか、やっぱり。いや待てよ、ちょっとこうミディアが入れる位置がいいな。よし、でこれでいけるっしょ。ここでいいの？え、だって別にミスってはないよね。てかいけなくね。あれ一歩足んなかった。うん、まあしょうがない。やばいやばいやばい、落ちる。安心してくれ、まだまだ大丈夫だ。ターゲットに到着。そんな簡単に爆弾仕掛けられんの？ミディアバチバチ言ってるけどね。あのジャックとか完全に巻き添え食らってんな。一度死んでいる。肉体の話じゃない、精神的な話だ。本来なら軍事法廷送りの大きなミスをやらかし、仲間を犠牲にした俺はなぜか勲章をもらった。上官が事実をもみ消したからだ。罪の意識に耐えきれず壊れた俺はグレイブに拾われた。その正体は誰も知らない。隊長であるフィクサーもだ。自由に人事異動や情報操作ができるからには連邦軍の高官に違いないが、余計な詮索をしても早死にするだけだろう。俺は割と今の自分が気に入っている。なんたって爆薬が使い放題だ。
beautiful。 そうか、ボマーはそんな感じでストレスを解消するんだね。戦闘中によく読んだな。同じ年頃の女の子がバカみたいな格好で愛想を振りまいてる時、私は今じゃなくなった民間の巨大情報サーバーシステムへの侵入に熱中していた。隠されたものは見てみたいから。やがてそれが金になることが分かった。周りの女の子がバカみたいな男と付き合って鼻の骨を折られたりしてる時、私は連邦軍の情報部に追われて一晩中下水道に隠れて震えていた。ペラッペラなウォールに包まれていた軍のメインフレームへのアクセスは重罪。殺風景な拘置所で私は一切端末に触れなくなる終身刑か、自由がなくなる軍への協力かの二者択一を迫られ、協力を選んだ。人生ってのは配られたカードで勝負するしかない。もっとも今私の手元にあるカードはなかなかのもんよ。ん？誰？実戦部隊の隊長。軍人の鏡。反デビル派か。グレイブはデビル派だからね。割り切ってるね。マルコシアス中隊。ヴィンセント・グライスナー少尉。息子を殺しちまうかもしれなかったんだ。親子かーっていう。まあ連邦とジオンだからね。22歳で結婚ってなかなか早いね。
まあ向こうは分かんないからね。これは海の中だな。アンネローゼローゼンハイン、アルバートベル。16であります。マットアングラー隊、シャーアズナブル大佐、ジャブローか。マットアングラー隊が先行し、水中からジャブロー内部への進行経路を調整しつつ陽動を行う、マルコシアス隊が陸路に侵入、陸戦部隊と地上の対空攻撃を行うと。一応新米兵たちにもモビルスーツは配備されるんだっけ。最後に一つだけ言っておく。おお、なるほど。俺の胸には大きな穴が開いている。決して満たされることのない穴だ。モビルスーツに乗って戦っている間だけはこの穴のことを忘れられる。だから俺は兵士になった。俺がレイスの一員となったのは上官を殺したからだ。上官は俺を憎み、俺に殺意を持っていた。あのままではいずれ俺が殺されていただろう。だから殺した。殺される前に殺すのは当然だ。俺は他の連中と違ってレイスの一員であることを気に入っている。ギリギリの戦いを続けられるからだ。マルコシアスの紫野郎、いずれ決着をつけてあいつらを倒すのは俺だ。南米ジャブロ、いつの間にかガンキャノンが配備されたんだな。
模擬戦でもやらないかって俺は俺にかけるとそりゃそうだな。スーツ反応でもあんまりねやりすぎるとそれはそれであいつらは知りすぎたってなるからね。ほらやられた。ジオンか。完全に囲まれてるな。そうするとこことここに出すか出すかっていうかそこに出さざるを得ないんだけどさ。12機以上撃破。リッパーが8機も撃破するの？マジか。リッパー8機も撃破しないとダメ。だってここの1小隊だって5人しかいないからな。そうすると来るのを待つか。こうくっついてでここに置いてでこっちもちょっとくっついて下とあれだな左だな下と左あたりをちょっと殲滅するから、あ上はリグザムに任せよう。しいだね。援護を受けられれば全然いいんだけど、てか大型メガ粒子砲とかあるじゃん、よく見りゃ。これをうまく使おう。マップ兵器だから、マップ兵器はね固定ダメージだからね、削りにはちょうどいいと思うんだよね。じゃあここで仮に大型メガ粒子砲を撃つと1体しか踏んでいいし、それはちょっとさすがにもったいない気がするな。帰ろう。上は排除しておくか。
よし、OK。で、こいつらは来るのをちょっと待つかな。スライブレースちょっとここに置いとくか。まあ、あとは。ちょっと出せるだけ出しておこう。グループ技で。減らせられるやつは減らしておこう。で、ここは。ここって別に火力があるわけじゃないからな。ジオング出れねえし、先生。その代わり、今回 EG8 が出れるようになったんで。頼りなさはあるな。ハイパーバズーカ、バズーカ対バズーカか。いや、食らうのはやっぱり食らうよね。マシンガンなんだ、レティクスって。ドムはスローブレースを狙ってきたか。ジオンさんよ、回避された。ジョニーライデン、行け。一ターンにつきマックスでも3機だからね、倒せんの。まあちょっと、まあダンジバルでこいつを複数ロックするか。3人いけるかね。3600か。2人にしとけばよかったかな。じゃあちょっとまずはビームサーベルならさすがにクリティカルが倒せねえ。で、ピクシー、この3機は倒そう。ビームラガーでいいでしょ。まずは貴様からだ。行くぜピクシー。あれ、ピクシーってゲットゲージがあれだけど、こいつはあれだな。5500か。やれやれ、結局いつも通りの展開だな。強やはりキャノン系は強いな。そうするとビームライフルがいいな。回避されたか。なかなかちょっとミサイル5500パターン。マシンガン、よし。これで2体目、右のウフを倒すか。じゃあ5512、そしてさらにテンションが上がったからパワードジムちょっと減りすぎたな。マニックスも若干減ってるけど、よし、マシンガンか。3300はいけるでしょう。 OK。 ナイムガン屋でガンダム機だからね、左の舞台倒しちゃっていいかな。そうするとマットフィールとかね。3000当たるの？あ、余裕だ。さすがに EG8 でも当たるか。あ、武器の攻撃力上がってるからか。熱血。じゃあこいつも倒すか。で、帰還しよう。このグフか。ジョニーライデンでロケットランチャープラス支援攻撃。OK。で、またあとはちょっと来るのを待つか。本当はね、戦艦レベルも上げたいんだけどね。
いかんせんハッキーも倒さないといけないからな。反撃は不能か。ピクシーで3500とか大丈夫だよな、普通のダガーでも。あれハッキー倒した、倒してなくねそうか、12機倒す間にハッキー倒さないといけなかったんだ。上の舞台めっちゃ倒しちゃったかな奴らもう慣れてるね。新たな敵みたい。丸腰野菜。ニュータイプかこいつは。青いモビルスーツ。見た目だけで判断してはいけない。オープン回線でやってるってこと？
リーパーどうしようかな。どうせならゲットゲージ上げていこうか。ここのザクも仕留めるか。超強気になって一撃でね仕留められるようになれればめっちゃ楽なんだけど、ザクはいけるな。ドムとグフが厳しいかな。9000あるかんね、ドムは。下のザクはちょっとほっとくか。で、まあこれがペイルライダーなんで、このザク2に仕掛けてくんのかな。まあいいか、とりあえず布陣としてはこのまま置いておくか。グループ攻撃はいでね倒そう。グループ攻撃入るね。こいつを倒しとこう。ネティクスもレベルアップ。こんなもんでいいか。できればかわしたい気がするけど、 17% ならいいね。反撃で、ああ戦艦か、いいね。経験値を稼いでいこう。でジョニー・ライデンも戦艦の援護を受ければ、やつらはまだ動いてこないか。ただペイルライダーさ、なんでザクには攻撃しないの、ずるくないか。よし、倒せる敵を倒していこう。レベルアップ、ハモンさん幸運、ノエル・アンダーソン統率力、未来ヤシマ、アニアイナ、グループ攻撃で当たるね。よしよしよし。で、ピクシーでこのザクを攻撃するか。別にペイプレイヤーって言っても縦スクだったらちょっとやばそうだけどな。ビグザムでこのザクを解除しておくか。量産型とはいえビグザムだからな、火力は申し分ない。とりあえず置いておくか。やつが来るかもしれないからな。マルコシアスタイム来たな。でペイルライダー1万7000か。メガ粒子砲ほら1万1000ヒットポイントはあるよな。5000か。とりあえずこいつを倒しとくか。もう一ターン待つか。
ピクシーもちょっともう一旦待つか。エネルギー的には大丈夫だよな。そこまでめちゃくちゃ減ってるわけじゃないから、このペールライダーをどうすっかだよな。スレイブレイスでなんとかなれば倒したいけど、ビームライフルかな。 47% ってめちゃくちゃ強いな。やっぱそういうシステムが働いてるから。マグネットコーティングがまずある。歯です。機動力プラス40、攻撃力プラス20。マジか。え、5000とか食らわないと思うんだけど。このモビルスーツのパイロットは化け物か。さて適当に頑張りますか。くれ。外れたか。いくつ食らうかだな。なんだそりゃ。おお、外れた。様子見だな、とりあえずは。じゃあこのターンは終わりと。ドム倒せれば別に倒してもいいし、強い。さすがだな。おお、ジョニーライデンに対して攻撃を仕掛けてくるとは。俺が相手になるぞ。来い。シンクの稲妻に勝てると思うね。おお、さすがだ。やるな、ヴィンセント。これはもう倒しちゃうから。でも倒してもいいと思うんだけどさ。じゃあまずはグループ攻撃、グッ倒そうっと。ザク4機でゲットゲージ溜まるかな。ちょっと怪しいよね。たまんなそう。さてそんなことよりこいつだよな、ペイルライダー。攻撃できるか。当たらん、ギリギリ当たらん。戦艦の艦砲射撃で 43% か。 EG8 は確か乗ってたよな。まあ、最悪 EG8 ぶっ壊れてもいいからな。ビームサーベルで確実に当てていこう。3500、国産400も食らうのかよ。一応整合して、それはペールライダーか EG8 かっていったら絶対ペールライダーの方が強いからね。ハデスにはエグザムをぶつけるか、それとも、いや、このままレイスに倒してもらおう。 67%。 やるときゃやるのが俺の性分なんでね。こんなところでひっそり死ぬのはごめんだぜ。落ちろ。当たったんだか壊されたんだかわからん。パッと見特に何にも言わないんだ。まったく。うおー、ジョニーライデンエネルギーが尽きてきている。さあ交代しろ。攻撃力がいまいちだよな、やっぱりブルーディスティニー。ミサイルで
支援をかけて1万か。ここはちょっとこいつとビビザムでなんとかするしかないかな。3500しか当たらん。長距離ビームライス、これも戦艦の支援を入れよう。ユニットのレベルがアップか。ザンジバルもなんだかんだで10レベルなんだな。ブライトさんも12レベル。ちょっとジョニーライダー帰らんとまずいな。まあいいか、ギグザムはここに置いとこう。ロングレンジビームライフルプラスビットはな、マジックは使うからな。ただザクとも言えどやっぱり一発では倒せないか。新兵どもに任せてはおけねえ。ここは俺たちで何とかするしかないか。ブルーディスにもエネルギーが減ってきたな。これが実戦なの。さて、グループ攻撃倒せるやつ倒しておきたいな。いけかな。4200当たるね。バッチリ経験値いただくぜ。すまんで済むか。すまんで、あれだけ自信過剰でいたのに。まお前はしょうがない、新兵だからな。よし、マスターピースレイヤーも上がった。チームワーク、あ、そうか、こいつもいたんだ忘れてた。さすがに帰ろう。あとはちょっとギグザムの餌食になってもらうか。かわされた。エネルギーが尽きてきたからな。で、ここのザクは攻撃できるね。ピクシーもったいなかったけどしょうがないな。あれ入ってねえし、指揮範囲若干狭い気がするけど、そんなもんか。4か、指揮範囲5は欲しいな。で、いけるね、ロングレンジビームライフル。よし、このパターンでいこう。まファンネル系はね、射程が長いのがいいよね。覚醒値が上がれば攻撃力も強くなるし。あとはあそこの2人だけか。いいか、もうサクッと最高ハローを出すか。ドリルでぶち抜いてやる、お前。なとエースパイロットの座は俺がもらうぜ。最高ハローを目の前にして言えるかな。もうこいつも格好悪いよね。エースパイロットの座は俺がもらうぜって言った瞬間に撤退するみたいなお前何なんだっていうとりあえず乗り切ったか。赤い目の青いジムが暴走。
まあ、同類の方だよね。とりあえず補給だよね、補給。補給をなんとかしたいよね。エネルギー、弾薬とか買ってきたら、だっていくらモビルスーツというと何にもできないからね。リーパーとリンケ。ここら辺のやつらはレベルが変わってない。ここら辺は変わってもしょうがない。どうしようかな。スレイブレイス移動力、あ、てか EG8 も移動力6あるんだ。だったら EG8 でいいかな。あー、そうか、あとあれか、ビルザムか。ジャムルフィンにするか、普通のビグザムでまた鍛えていくか。ビグザムしようと。よし、 OK。 こんなもんかな。捕獲とかな、最近してないな。戦車か、解体しよう。これはもういらん。13000だな。キャラクターは特にあれだから、ユニット管理で設計なんかある。何にもなし。はい、というところで、まあ、なんだっけ、ミッシングリンク、なかなか前半ステージが厳しいっすね。という感じで、じゃあ第2話はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。